マウイ島は大きな山を2つくっつけたような島。その豊かな自然から渓谷の島と呼ばれている。遠くに山があり、流れる川に沿って肥沃な谷が広がり、美しい海に臨む。そこには水を媒介にした完璧な自然のサイクルがある。古代のハワイアンたちはこのような土地でタロイモを中心とした文化を育んでいた。ビギンはマウイ島の小さな村でタロイモ文化を守っているオリバー・デュクローと出会う。彼はこの農場でタロイモ作りを通して若い人たちにハワイの文化や価値観を教えている。車の荷台に乗り込んだ途端、ビギンの表情が変わった。マウイ島の風を感じ、島の匂いを嗅いだ。山からの豊かな水を見事に管理した古代のままのタロイモ畑。その風景は自分たちの島にもあったような気がした。太平洋を隔てた沖縄でもかつてタロイモは主要な農作物だったのだ。タロイモは石垣島にもありましたね。ありましたし、ありますね。これは懐かしい風景なんですよね。だから本当に石垣島に一番近いんじゃないかな、ね、山の感じもそうだし、うん、農場を手伝う若者たちに教わりながら、早速タロイモの収穫に挑戦した。道具を使わずに足で芋の根を切りながら手で引き抜く。ビギンはあっという間に収穫の作業に慣れた。これ取るの、これ、これ。やっぱりね、仕事がいいですわ。仕事一緒になんか、もしかしたら仕事の方が音楽よりも一緒になれると早いかもしれない。言葉いらないもんね。化学肥料も農薬も使わない完全有機栽培のタロイモ。タロイモの保存食を作る。蒸したタロイモを石で潰す。この作業はどこか餅つきに似ている。タロイモはつくことで長期間保存することができる。ポリネシアから来た古代のハワイアンはこのついたタロイモを持って大航海を乗り切ったとも言われている。タロイモは島の大切な恵み。人が自然のサイクルの中に入り、大地の恵みと共に生きる。それが古代のハワイアンの生き方。ビギンは島本来の生き方をオリバーに感じた。ビギンのハワイの旅も終わりに近い。いよいよ明日はケアリー・レイシェルに会う日だ。